大久保と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。男子含みに声これ見漁師さんが使うあの漁網これ、はい、使用して活躍しています。一度、はい、漁網パンツ、いやこれすごいみたいのがあるっていうことを知って、こういうことを通してなんかできないかなみたいな思ってます。いいっすね、うん、確かにおもろそう。おもろそう。もともと大和抵抗っていう釣り道具のメインの会社で、海とか川とかが我々フィールドでね、やっぱり今言われているこういう漁網とかのゴミが海でイルカとかカメとかイルカとか深刻になる前に少しでも何か我々ができることないかと思った時に、使い終わった網を今までは埋め立てしてたんですね。その埋め立てしてるものを回収をして、それを溶かして、これナイロンなので、溶けるので溶かした状態でもう一回糸にすると、でそれを折って服にするっていうプロジェクトをやりませんかと、うん、まあ、この回収業者なんか声かけあったので、いや我々ね、非常にそういうフィールドを海に求めてる会社だからぜひやりましょう。3月の東京コレクションでこれをこんな形で服にしますって言って、その時は漁さんのレイン作っただけじゃちょっとね雰囲気合わないので、これ、これ漁網の、もう分かんないですね。分かんないです。かつね、これね、マダイドレスってね、あれが赤とこうグレーのこう、鱗の、そうそうそう、これ、鱗作ったの。300何枚、全部、V つけて作ったの。で、出来上がったものを長浜ネットに来てもらって、で、東京コレクションに出てもらったの。こんな流れがずっとあって、こっちイサキ、これブリ。面白い、そのコンセプトの面白い、そういうこと。で、まあ、わけじゃ衣装に近いじゃないですか。だから王さんの衣装にもこういう形でね、皆さんのアイデアソースと一緒になりながらやっていければ、震災を、ね、経験されてっていう、で何かね貢献できることがあればっていう話をいただいてて、震災などってもう網だけじゃなくて船だなんだってすごい流れてるじゃないですか。あれが、まあ、一応今片付いてきてるでしょうけど、その一部がまあ、要は再利用されて、で自分たちが着る服になるっていう、こうコンセプトってね、考え方によっては面白いと思いますし、みんなでね、徐々にそういう人が増えていけば、こういうのが減っていくし、海がきれいになるしっていう、ね、そういうところにつながっていけばいいかなと思ってますね。これがですね、実際の記事ですね。皆さんに考えていただく、これが出かけて、予防の記事からなんですけど、工程だけございますね。これが要は港で上がるじゃないですか。これと運んできて、はい、こうやってドク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 切るわけで、これをきれいに洗浄して、うん、溶けた樹脂を細長いのをブブブブって切ったやつで、今度製紙工場っていって、うん、今度もう一回これを溶かして、もっと細い、うん、これ一本一本合成されてる髪の毛みたいなもので出せる、うん、でその糸を今度折って布になる。というのは、この辺の工程を我々はファッションとしてやってるので、これを多くの人に知っていただく機会を、頑張れば頑張るほど声が減ると、うん、と社会貢献につながると、この一つのプロジェクトに参加いただいて、うん、一緒にそういう活動を、最終的には、ね、海がきれいになるというところにつながっていると思うので、うん、その思いを考えながらやっていただければいいかなと思います。ファッションに落とし込まれて、なんか生活の財布の一部になっちゃえば、うん、勝手に減っていく感じがしますね。それがね、一番自然な流れだと思う。うん、確かにみんな買ったんで、気に入ったこととか、うん、実はこれ出てきてるから。それでも、うん、そうですね。これを衣装に、ね、どう落とし込むかとか、ね、だから、ここから皆さんの話を聞いてみてくださいどういう衣装にするか。色の展開とかって、この青と白を使って、いやいや、できますよ。後からこれ、染色できるんです。あ、そうなんですね。基本的に生地っていうのは、木綿って言って、うん、まあ、要は、これで言ったら、少し、なんていうんだろうな、オフホワイトみたいな、ちょっと混ざり物がやっぱり廃棄業務なんてあるんですけど、うん、まあ、そういったサラサラして、真っ白に近い、はい、状態で生地を出します。で、その後に染料を加えることによって、これはさらに白で染めてるんですけど、で、これはブルーで染めるとこうなるし、これは、グラデーションのプリントを、乗っけると、こういう表現になったりしますし。出せない色はあるんですか？
ですね、真っ白とかがやりづらいです、やっぱり。あの混じりもんとかがあったり、これ真っ白、めっちゃ綺麗。まあそうです、ね、これぐらい真っ白だよ、もう全然真っ白なんです。まだ寄りでやると分かるんですけど、やっぱり廃棄漁網なんで、必ず綺麗なサラサラした生地っていう、少しこう横断っていって横にシワが入ったりとか、そういうのが、まあ、若干実は出るんですよ。逆にこういうシワもなんか使ってってなんかヴィンテージみたいに価値みんな言えば、こっからこのためがこうなってたよ。そうですよね。これもともとウールで作ったセットアップのまた形一緒の漁網版になるんですよ。生地をこの形で選んでこの生地に乗っけ替えると、そういうこういう風な出来栄えになりますよっていうイメージなんで、例えばパンツに絞り入れたくて、僕糸を通して絞り入れるとかいうデザインまでもできるんですか？できます。あ、わかりました。なんでお前が知ってんだよ。話は聞いてる。ああ、聞いてる。割できる。大体そうだろう。できるんだろうなと言いながら、なんでもできそうだったんだよ。だろうなって言う。なんでもできそうだった。できないこともありますから。どうですか？僕は心配なのはね、結構ダンスで激しい動きするじゃないですか。その時に突っ張らない方って、そうですね。気持ちもそうだよね。あんまりこう、なんか電柱でござるみたいなと、ね、踏んでこう、くからないかとか。そういうのだけは、我々はあんまりわからない。普通に歩いてるとかいうのは、考えて作ってますけど、あれだけダンサブルの方がね。私はオンラインのライブ配信で、ね、ありがとうございます。はい、あのオブさんたちのやっぱりファッションへのこだわりとか、はい、あと曲調とか、うん、そのすごくアクティブなやつと、うん、ちょっとバラード系ね、うん、いろいろある、はい、そう、ありがとうございます。よくしてくださった、はい、だったので、その中でどのやっぱり部分でこれを着るかみたいなのを少しこうイメージしながら、ね、全体の衣装のこうバランスとかも考えて、うん、ね、あの検討いただくといいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、せっかくなんで MC とかで結構触れれるところに置いた方がいいかなと思って、うんうん、いろんな形とか遊び含め、うん、やれたらいいなとは思ってるの で、うん、そうですね、なんか本当にみんなが着たいようなやつを着させてもらって、うん、で MC とかで実はこれでやってるんですみたいなことを振られて、皆さんに僕たちのファンの人たちにも知ってもらえる風になったらいいなって思って、ね、なるほどだったんですか。はい、うん、僕ら自身まだその今コンセプトライブ の練っている段階なので、まあ、一旦ちょっと今日のいただいたお話を汲み取って、うん、はい、うん、また考えてみようかなと思います。まあちょっとね、タイトル途中だったんですけど、まあ、ブサイクルにしようかな。もうタイトルからね、もうブライブスはアップサイクル、アップサイクル、次アップサイクル、アップサイクルかなって。お手伝いは出ないからね。オンリーワンで、はい、あの全然我々のことは気になさらず、本当になんかこうやりたい、自分たちのイメージで固まったものが一番いいと思うんです。はい、わかりました。あのそこは自由にぜひ。ありがとうございます、はい、こういうキルティングみたいな表現もできる。できます。すごい、ほんま何でもできるんだ。こういうニット風みたいな。いや、ニットはですね、ちょっとできないので、基本的には生地、まあいわゆる織物、この生地を使ってどう後で加工するかっていうところがちょっと制限要素なんで、ジャケットセーターとか T シャツだと今度はニットで編み物になってしまうので、そこはちょっとできないですね。だから逆に T シャツとか着る場合は白の当てが多い。まあそうですね。わかります。かわいい。これは、シルクで作ってる。撥水のシルクで。僕はでも作ったら決まりましたね。白ロングかっこいいね。白ロングかっこいいな。ゴアテックスだね。ゴアテックスすごいですね。これだからそれの、あの漁網バージョンみたいなのだともうちょっと軽くなって、これだと今裏地もつけてるんですよね。だから、あの裏地にもこだわりたい場合は漁網でやるのも別の素材を裏にあてがって見せれるようにしたりとか、まあ、いろいろアイディアはあのできますよ。どうしようか、なんかいろいろできるから余計ないもの。そうだよね。でも竹松さんもデザインしてくれるって。うん。めっちゃ竹松さん相談しながらやな。竹松さんも本当にどんな感じかっていう。バラードやったらどうですか。めっちゃ踊るセクションもあるでしょ。あ、なんかバラード結構最近のグループの中では、うん、結構ガシガシ踊る方ね。そうですよね。すごいアクティブですよ。はい、なんであのこれぐらい動いてもみたいなアピール。そうだね。あ、そうだね。できるかな。確かに全然痛まないよ。全面に出していけたらいいです。
はい、すみません、これからもよろしくお願いします。引き続きお願いします。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ほら、なんでギータが一番クソんだあかんやから。いや、誰でもダメだ。ありがとうございました。ありがとうございました。いいのかなと思って。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。